リッチラインはホンダが生産、販売している中型スポーツユーティリティトラックでストコンセプトが発表。1年後の2005年1月に同省でリッチラインとして発表され、2005年3月から2006年モデルとして販売が開始された。エクステリアデザインはキャビンと荷台が一体であることを強調するようにシームレスな一つの金属の塊から、 削り出したようなビレットコンストラクションをコンセプトとしている。プラットフォームは、アキュラ MDX、北米仕様、ホンダオデッセイ、ホンダパイロットと同じグローバルライトトラックプラットフォームを使用するが90%以上が新しくなっており、ホンダが製造した自動車で最大のサイズと最長のホイールベースを持つこととなった。トラックとして過酷な使用に耐えるための対応が取られており、 ボディは7つの高張力鋼クロスメンバーを使ったフルボックス断面のラダーフレームをモノコックに統合し、強固な作りとしている。エンジンは J35A 9型 V 型6気筒で、トランスミッションは5速 AT、駆動方式は VTM-4 方式の 4WD で、構成は MDX と同じであるが、耐久性強化やチューニングが加えられた。 ハイマウントのエアインテークは、低回転域のトルクを向上させる他水の侵入も防止する。パワーステアリングクーラー、トランスミッションクーラーも備えた。サスペンションは、ピックアップトラック発の四輪独立喧嘩式で、リアはトレーリングアーム式マルチリンクとし、荷台部分の張り出しを抑えるのに寄与している。AT レバーは、コラム式である。台は、長さメートルで、 SMC 製で傷や腐食に強いとされ、さらに3本の高張力鋼クロスメンバーで補強される。荷台の最大積載量は 500kg で、ハーフトンクラスに属し、車全体の総積載量は最大 703kg である。シボレれやバランチと同じように荷台はボディと一体化されている。荷台の後部下には特徴的なイン、ベッド、トランクがあり。 通常の自動車のトランク同様に鍵付きで上部に開き内部は240リットルを容量を持つ。トランクは耐水性があり氷を敷き詰めてクーラーボックス代わりにも可能底部に排水栓が設けてある。スペアタイヤはトランク奥のスペースにスライド収納するが荷物によっては荷台脇に固定することもできる。荷台はホイールハウスの張り出しが小さいのも 特徴で、幅広いスペースを確保している。両側に3箇所ずつの、耐荷重 158kg のカーゴフックを備え、ホンダならではとして、オフロードバイクや ATV の積載を考慮した、設計がされている。デュアルアクションテールゲートは、通常の蚊開きに加えて、横にも開くことができ、トランクへのアクセスを容易にしており、強度も、最大 136kg の同荷重に対応する。 牽引能力は2名乗車時に最大2 2 6 7ラムで、ホンダの調査によると、トラック所有者の84%が5000ポンズ以下のトレーラーを牽引しているということで、十分な能力を持つとしている。4WD は VTM-4 で、セレクトレバーが1、2、R の時には、ロックモード機能が使用でき、オンにすれば時速1 0トルまでは、 完全ロックとなり、時速 29km で完全解除、時速 29km 以下になれば、再び、ロックモードになる。最低地上高 208mm、アプローチアングル24.5度、デパチャーアングル22度、ランプブレークオーバーアングルは21度で、静止状態から28度のダート路面の、途半能力を備え、中型トラックレベルのオフロード性能を持つとしている。 インテリア・インテリアは仕事と生活の混在する消防署のデュアルデューティーをコンセプトとしている。1列目を居住空間、2列目を倉庫や車庫とし、インストゥルメントパネルは指令室をイメージしている。2列目座席は60、40分割で跳ね上げが可能でシート全部を跳ね上げればフロントタイヤを外したマウンテンバイクなども積むことができる。センターコンソールボックスは アームレストがスライドし、内部がさらにスライドする多機能形状となっている。標準の自動熱線フロントウィンドウはトラック発の装備となっている。安全装備では ABS、ベッサ、イブド、サイドエアバッグ横転センサー付きサイドカーテンエアバッグタイヤ圧モニターなどが標準装備となる。んつの衝突テストで4ドアピックアップトラックとしては、初の全面。 側面衝突ともにゴスターを獲得し、横転耐性試験でもピックアップ最高の結果となった。リアリッチラインのリアエンブレムは、ピックアップトラックの力強さを表現するために、他のホンダ車とは違い、ホンダの CEI ロゴが使われておらず、ホンダ表記のみとなっている。グレードは RT、RTS、RTL の3種類。RT は17インチスチールホイールに、 マニュアルエアコンが特徴。RTS では17インチアルミホイール、オーディオのアップグレード、サウンドコントロール付きステアリング、全席パワーシート、デュアルゾーンオートマエアコン、外気温度計が付き、RTL は18インチホイール、レザーシート、パワーランバーサポート、シートヒーター、リアビューミラー、ホームリンクなどが付き専用オプションで、サテライトナビゲーションや DVD、 エンターテイメントシステム、ムーンルーフ、XM サテライトラジオなどが用意される。2007年モデルでは4色のボディカラーや、牽引装置が標準の RTX グレードが追加された。RTL では、ムーンルーフ、XM ラジオが標準装備に変更。2008年モデルでは、RTS、RTL のアルミホイールが マシンドスタイリングデザインに変更。RT、RTX、RTS のファブリックインテリアがデュアルトーンからモノトーンに変更された。2009年モデルはフェースリフトが行われた。エクステリアではフロントグリルの形状が変更され、前後バンパーデザインも変更し全長がわずかに伸びた。リアターンシグナルが大色から赤色になっている。ボディカラーは 新色が追加された。エンジンは J35Z 小型となり、全域でトルクが向上し、最大出力は 3HP アップとなった。主なエンジンの改良点は、カムプロファイル変更や体型化インテークバルブ、マグネシウム製可変インテークマニホールドなどで、6度ごとのクランクパルスセンサー、エアフローセンサーなどでタイノック性能が向上し、 エンジンブロックの冷却経路を見直しなどもされた。セルモーターが強化され、より素早い指導が可能となった。エンジンのトルクアップに関連し、トランスミッションは、ローギアード化され加速時や、牽引時、重積載時の性能を向上させた。牽引装置が全車標準となり、RTX グレードは廃止された。インテリアでは、ステアリングデザインが変わり、軽機類、 スイッチ類のデザインも一部変更された。安全装備では、アクティブヘッドレスと中間点灯機能が追加された。2012年モデルでは、フロントグリルデザインが変更され、空力性能の向上やエンジンのフリクション低減により、高速燃費が1メートル PG アップした。新たに、RT の上に、スポーツグレードが加わった。専用のブラックハニカムフロントグリルとなり、 内装では、革巻ステアリングホイールなどが装備される。2013年モデルでは、全グレードにリアビューカメラが、標準装備となった。2014年モデルでは最上位グレード、スペシャルエディションが追加された。黒をベースにした専用ホイールや、フロントグリル、ヘッドライトデザインとなり、リアにも専用バッジが付く。製造は、HCM のカナダ・オンタリオ州アリストン工場で、 行われていたが、2009年に、オデッセイやパイロット、MDX を製造するアメリカのアラバマ工場に、生産を移管した。2014年に生産終了。2016年1月、北米国際オートショーにて2017年モデルとして、初披露された。初代とは異なり、ドアパネルやフロントマスクの一部を、SUV のパイロットと共通化された。仙台同様、 ホンダ R&D アメリカズで開発され、米国アラバマ工場で生産する。ライバルとの競争力を高めるため、仙台で設定のなかった FF 仕様も追加された。仙台から設定される電子制御四輪駆動システムは IVTM4 に進化して継続採用。様々な環境下での走行性能と牽引能力をさらに高めている。また、 次世代 ACE ボディと安全運転支援システム、ホンダセンシングを新規採用する一方で、施錠を可能な2台床下収納スペース、イン、ベッドトランクやに方向に開閉可能な、デュアルアクションテールゲートを仙台に引き続いて採用している。カードライバー紙で革命的に乗り心地の良いピックアップであり、日常生活で牽引しない人には最適の車のように、 多くの良好な評価を受けたが、販売台数は2007年6月時点で4000台、月で目標には届かなかった。ホンダは年間生産台数を5万台から4万7000台へと減少させた。原因の一つとして平均価格が高いことが挙げられており、ホンダディーラーでは異例のディスカウント販売を行うこととなった。リッチラインは価格以外にも フルサイズピックアップトラック並みのキャビンスペースを持つことや、ホンダの広告により、しばしば従来型の1、2トンクラスの V8、エンジン搭載のフルサイズピックアップトラックとの比較がされることとなり、非力な V6 エンジンであることや、牽引能力不足、モノコックボディの耐久性不安、短い荷台などが指摘されている。牽引能力は、ミッドサイズとしても高いとは言えず、 北米市場ではこの手のピックアップトラックは型だけでなく実際にそれなりの重量物を牽引できるだけの能力を備えていることが求められている。なお、日本国内では正規販売されていない。2006年カリフォルニアレースラリーとパートナーを組みバハ1000レースのストックミニクラスに参戦した。市販車からの改造は 最小限となるクラスで一番の変更点はサスペンションでキングレーシング製ショックを改良し採用している。さらには内装やシートなどを取り払うなどの軽量化、ロールケージ、ユニークメタルプロダクツ製のエアインテーク、ストレートエンギゾースとホンダタによるエンジンと駆動系のコンピュータチューニング、大容量のパワーステアリングクーラー、オプティマ製バッテリー、スキッドプレート、 ナーフバー、アメリカンレーシング ATX 全地形タイヤ、ATL 燃料タンク、外部ライトバー、その他安全装備などの変更点がある。2085km のコースでレースは行われ、779号車のリッチラインはタイムリミット6時間を残してゴール。ブービートラップによるドライブシャフトの破損やタイヤの問題もあり、ポイント獲得はならなかった。 一週間後に行われたネバダ州のヘンダーソン400では147台中47位でクラス優勝を遂げている。リッチラインは英語でオネ、両、ね、線を意味する。ホンダメディアニュースルームリリース2006ホンダリッチラインオーバービュー以前エリシオンプレステージのものと同じ記述がありましたがリッチライン搭載エンジンは J35A 級型のため 同一仕様のエンジンではありません。デザートレースホンダリッチライントロフィートラックビルドフォトス4ウィーラーマガジン2008年10月12日閲覧ありがとうございます。